僕、フォルテ。おはようございまっちょ。フォルテです。ジーン。本日は、超絶、かっこいい曲、紹介します。よいしょーい。マッスル、マッスル。本日はね、僕が最近ちょっとハマってるめちゃくちゃかっこいい曲を紹介できたらなと思ってます。っていうのも、世の中には無限にかっこいい曲があります。だけど、僕が思う中で、今来てるというか、今ハマってる、いいなと思う曲を紹介できたらなと思います。その曲は、ラフマニノフ。風そうマネマネマネ。違う、そっちの風ちゃうねん。ゴーンゴーンゴーン。ベルの鐘です。まあ、ラフマニノフの鐘っていう曲をね、紹介したいなと思ってるんですけども、まあ、この曲は、どこがそんなにかっこいいかっていうと、恐ろしさを感じさせながらも、大きなベルで、ゴーンゴーンって攻めていけるっていうのも、まあ、ものすごく魅力かなと思います。例えば、顔はいらんけど、こんな感じでものすごくもう、ゴーン!ゴーン!って言ってね、まあそういう素晴らしさを伝えれるんじゃないかなと思ってます。そしてこれをホールで弾くことができると、めちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。で、難易度は正直言って結構むずいっす。手も大きくないと結構音がつかめなかったりとかする場所も出てくると思います。だけど、譜読みとしては、まあ、そこまで、むずくないです。結構ね、同じような音が多いので。まあ、そんな説明はさておき、早速ちょっと伝えて弾きましょう。まずは、フォルティッシモから。
かっこよくないですか？なんか僕の中で何が一番かっこいいって言うと、まあ最初は不気味。そして怖さが爆発してきて、ここで爆発、もう放出。これここ一番僕の中で結構好きだなと思ってて、ゴンゴンゴンっていきますよ。で、これ固めちゃダメです。こういうのダメ。このリラックスして肩の力抜いて、この音が出ますし伸びます。ホールで伸びます。感じで音をしっかり出す曲としてもいいかなと思いました。まあその今までのフォルテってどちらかといったらこういう感じの、まあ、勢いでいく曲が多かったんですけど、これはどちらかというと深い音、こんな感じで深い音がゴワンゴワンゴワン、どうですか皆さん、結構かっこいいと思いませんか？まあ僕の中では今これが来ててちょっとハマってます。途中ちょっと踏み切りのところでしくっちゃったんですけど、まあこの曲は皆さんもやってて損はないと思います。保証します、ラフマリノフが。というわけでね、かなり、まあ、かっこいいです。まあ皆さんも絶対弾けると思います。これはまあ、やってきた年数とか手の大きさとか、まあそういうのにもよるよ。全員が弾けるとは言ってない。やろうと思ったら頑張れるんじゃないかなと思います。僕も今頑張ってみて、結構意外と弾きやすかったので、まあこれをどうにか、まあうまくこういうやつたちの CD とかに収められるように頑張りたいと思ってます。というわけで皆様、ぜひこのラフマニノフの鐘、かっこいいのでやってみてください。ここまで見てくれてありがとうございますよ。Twitter、インスタやってますのでぜひチェックしてみてください。それでは、バイバイ。グッドボスって何ならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。